皆さん、こんにちは。ようこそバーアトリエシーン。違う違う、あれね、晩酌しようの会なんよ。なんとなく晩酌しようの会です。だからタバコも吸うし、お酒も飲むと。今日は月曜日で、ちょっとお店が休みで、さっきまで、インスタの生配信をしていました。まあ、それも終わって、反省会も終わったんで、今からちょっとね、晩酌トークをちょっとしていきたいなと思っております。うちよろしく。だけなんかこの間それこそ話しようって思ったのが、まあ、西遊記結成して今7年目、もうすぐ7年、10月23日でってなったけど、西遊記の形も当時と今変わっとると思うよ。例えば、俺がシンガポールに2年間行ってた、その間ってちょっと解散状態、俺とうちとミキは、あと主要メンバーも。ってことは新西遊記なんだよね。まあね、新生西遊記、ここから始まるのは、まあ、西遊記っていう名前は祭り、遊び、喜ぶっていう、この西遊記は残したいって思ったんやけど、申請するにあたって、この間ちょっと話した人のためって偽善だよねっていう、だからそこが俺の中で、あ、そうだなっていうのはあって、じゃあ一人ぼっちをなくそうってちょっとカッコつけすぎじゃないっていう、なんかさっき今うちが言ったこのイベントが楽しいけん俺のこと好きになってほしいって、当時の西遊記なら成り立ってた。ただ今イベントやってるかってやってないし、解散してってことはまた一からある意味作っていく経験とかはあるけん、ただやっぱこの数年でやっぱり西遊記のメンバーもやっぱりこういろいろ経験して変わった部分もあるけん、さらにこう飛躍するための新生のコンセプトをもうちょっとこう俺的にはその建前だけのちょっとかっこつけたものだけじゃなく、なんか一個考えてもいいのかなって。で、一人ぼっちをなくそうは分かったよ、サブタイトルやったんやっていう、これはサブタイトルとして残すのはいいと思うけど、メインタイトルにした瞬間、西遊記の存在意義って何やろうって、なんか俺らがない、主がないじゃんっていう、薄っぺらいなって。だから改めて、まあ、ここはちょっと2人で、まあみーくんはおらんけど、まあみーくんが OK を出してくれたらそれを通したいなと思うんやけど、ちょっと2人で、1個メインテーマをちょっとここで決めてもいいのかなと思います。だサブタイトルは一人ぼっちをなくそうは残して、ちょっと今回からまあちょっと10周年に向けてこの3年間ちょっとかといってさ、前ほどガツガツ多分イベントやることもないし、またちょこっとずつバーベキューとか釣りやったりとか、だそういうところから始めていっていいかなとかは思うんだけど、こういう SNS なんかその中で、じゃあまず新生西遊記の行動としてじゃあ今やろうかってなってるのが、まあ俺がこのサロン動画を上げてる最中で、SNS 西遊記、まあラジオ活動とかこういう晩酌トークもそうやけど、こっから始めていって生配信っていうイベントでもいいと思うよね。そっからお客さんが、仲間が、でオフ会がイベントになるっていう形にしてもいいと思うし、まあ時っぽくて、じゃあこの SNS よ、生配信やったり今撮ってるこの動画を一つコンテンツにするってなった時のメインテーマがあっていいのかなっていう。
それをさ、なんかさあ、じゃあこれで生配信やってさ、うち一人ぼっちなくそうぜってちょっとカッコつけすぎや。そんなわけあるかい。そうね、そう、一人ぼっちをなくすためやったら、じゃあ全てを犠牲にできるかっていうと、答えそれノーやと思うんだ。っていうか、そもそもが、まあ前からないけど、自己犠牲が間違っとると思っておけ。だけ自己犠牲とオナーニーの真ん中が俺は正しいと思っとる。要は、自己犠牲と自己満があって、自分だけ気持ちいいオナーニーみたいな、うん、イベントとか、こういう動画配信しても、誰も見らんし、興味ないし、自己犠牲、自分削ってやっても今度は俺らが続かんし、この間ここがすごく大事、中庸と呼ばれるバランスが大事よと思ってて、そこのフレーズがなんか見つかったらまた面白い最有機になるのかなとは思ってと考えてまた面白い最有機になるのかなとは思うんだけど、考えて。やりたくないことを無理してやりたくはない。まだね。って考えたら、自分がやりたいことやったらやれる。で、自分がやりたいことを周りに派生したいだけ。まあ、ちょっと広げていきたいというかね。自分がバーベキューしたいけん、周りを巻き込む。自分が例えばハロウィンパーティーしたいけん、周りを巻き込む。原点って多分ハロウィンパーティーなの。そうだね、最有機の原点。自分がハロウィンパーティー、ハロウィンで楽しかったけん、この楽しい時間を他の人にも知ってもらいたい。やけん嫌なこととかきつい、めんどくさいことも別に苦じゃなくてきた。はい。今ハロウィンパーティーはどうなの、うっちにとっての。今、いや、そこが原点や。最有機に関して言うと。復活はしたいなとは思う。ね、やっぱり。いずれしたいなとは思うし、どうなったら復活したい、そこがな、必要じゃない、そこが大事じゃない、ぶっちゃけ今年から復活でもありかなとも思うぐらいはある。ただその復活するにしてもリスクを伴うから、うん、伴うね。そう、なんか今年復活は、うん、やれない理由はなんかイメージがあんまできないっていう感じはある、うん、ただ復活をするんならもしかしたらハロウィンからなのかなっていう気もしとる、うんうんうん、まあそうね、そう。でそのリスクね、企画運営して成功させる、いわゆる失敗する可能性があるリスクを今年から背負えるかっていうと、単純にタイミングがちょっと遅いけんリスクは背負えんかなって。もうちょっとタイミングが早かったらリスクを背負ってやる覚悟はできたのかなっていう気はする、うん、でもハロウィンはいずれやりたい。でこれじゃあなんでリスクがあるかもしれないことをやりたいと思えるのかっつったら、シンプルに自分がやりたいけど、うん、大なり小なりそれはもう大きければ大きいほどいいという、みんないろんな人が集まって、でもちっちゃくてもいいという、うん、で実際一人でもちっちゃくてもやってきたわけですから、で実際楽しかったっていうのはあるし、もちろんその頃来てくれた人でさ、まあいわゆるもう結婚して子供がおる人もいっぱいおるわけ、うん、じゃあそういう人たちにまた来てもらいたい方、そうは思ってなくて、うん、そのタイミングで来たいなと思う人が来ればいいと思う、うん、でもそれってバーベキューとか他のイベントも全く同じで、その時代が変わろうがね、環境が変わろうが、そういう風なことを求めとう人はおるやろうし、うん、で求めとうけど環境が許さん人っていうのもおるやろうし、うん、で環境が許さん人に来てもらいたいとは思ってなくて、うん、ただ環境が変わってしまったことに対してネガティブな感情を持っとう人がここに来ればリフレッシュできるかな、楽しい時間過ごせるかなと思って来てくれる分には構わんと、うんうん、こう俺がやりたいと思えることはやりたい、うん、でそれは
協力者がいなくてもできる、俺がやりたいけん別にいいと思えることやったらやりたい。まあそうね、まあ、それが正しい願望かもね。俺はね、俺がやりたいと思えることはやりたい。でそれは協力者がいなくてもできる、俺がやりたいけん別にいいと思えることやったらやりたい。まあそうね、まあ、それが正しい願望かもね。俺はね、そもそもハロウィンがやりたくてやったタイプではないよ。俺はどっちかっていうと、まあ当時店をやってて集客をしたいっていう、この世の中に、まあ、お客さんの声で、当時の出会いがない、友達もこう社会人になったらこうできないっていうような話を聞いてて、じゃあうちのサロンでなんかやったらお客さん同士とかお客さんの友達の友達とかで出会いが作れるじゃん、でその友達とか髪切りに来てくれたら嬉しいなとか、きっかけになればいいなっていうのがあって、なんかね、俺の中ではバーベキューから始まった感覚なのね。定期的にやってたあの河川敷ので、本当ちょっとずつ広がってったっていう感じで、最終的にはまあ当時のハロウィンっていうブームに乗っかって爆発して、まあ、俺もピエロとかやらせてもらったけど、正直俺ピエロしてフリーザしてめっちゃチヤホヤされたかって言ったら、いや全然されてなくて、そこでのうまみってあんまりなくて、ただ自流に乗って人が集まったけどまた楽しかったっていうのはある。違うところは、俺自身は別にハロウィンっていうコスプレにめっちゃ興味がある方別にっていう、そこはどっちかっていうと俺サポートに回りたい、商売として、あのウィッグを切るとか、だからそっち系とか、お客さんでそういうの求めてる人おるけ、じゃあ出たらって、俺はそこのサポートで商売として入って儲けれたらいいなーって。で、その後の打ち上げとかが好き。今日もね、だって結局昼間生配信してこの時間が好きみたいな感じ。昔からなんかそういう感覚やけ。で、まあ最有機としてじゃあハロウィンやる。現実的なのは今でいうとこういう SNS とかバーベキューってもっとちっちゃいものでちょっと積み重ねてある程度の分母ができた時のハロウィンとかっていうのはまあいいのかなっていうのは思うけど、現実的今すぐはちょっとその仲間がおらんかなっていう。そうね、また仲間作り、ちっちゃい仲間作りからスタートはしていかないかんし、そのいわゆる巻き込んでいってね、大きくしていくっていう欲望があるんやったら大きくしていくやいいと思うけど、今のところその何大きくしたいっていう欲はない。ただ結果大きくなったは別に構わない。で大きくしたい気持ちもないし、いやいや来てほしくないし、なんなら別に誘わんし、いやし、あのね、誘うっていうこと自体が苦痛になるんやったらやりたくない、要は人を集めないかんって思うって重しになるんやったらやりたくないって、やけ今やりたいこと何かありますかって聞いたら、俺今やりたいのってバーベキュー。ああ、それは俺も一緒、要は俺はまあ、バーベキューってでこだわらんでいっちゃうけど、まあ、分かりやすく言うとバーベキューで、それを定期的にやりたいなって感じ、そのやるならで、それもだけん結局集客とかなく友達声かけてその友達が来るぐらいの感じで、今おる主要メンバー、俺、うち、みーくん、じゅんじさん、例えばタダタダさん、例えばジェイク、
限の友達とかから広げてってもいいのかなとか、まあ、今まで生きてきた中でご縁がある人には声かけはしていいし、もちろん来るもポンポン、その人の自由で意見とか、俺のお客さんとか、俺のお客さん、ただ一個問題は福岡でバーベキューするってなった時にハードルが高いっていう状態で、福岡市でできるのって五道公園と多いんよね、五道でやるって。前はさ、近くのもう中川でやりよったけどさ、怒られるけど今はもう無理やって、警察もう場所が制限されるキャンプ場か、あとはその舞鶴公園とかにもあるけど、いわゆるその場所代だけで一人頭2,000円取られたり、経費がかかるんですよ、ね、そうで、ぶっちゃけ俺がおすすめしたのはキャンプ場で、うん、キャンプ場ってその俺がいつも行き大野城行くのもいいって思って、そのデイキャンプで5,000円払ったらさ、もういっちゃう。あとなんか1人なんか5人以上やったらそれでいいけど、6人目から1人500円払わないキャンプがあるけど、うん、別それはその時いやいいし、うん、だから1人1,000円出して、うん、6人目から500円ってことやもんね、ある意味ね。でぶっちゃけそのね、会場とかもさ、そんなでかくないけどさ、なんなら10人ぐらい集まってくれりゃそれでよくて、10人集まってくれりゃ万々歳。理想は俺はあの花見が一番良かった。でも場所代もかからず、敷居低くできたあの花見、うん、例えばさ、公園で飲むとかはできんと、ピクニック、バーベキューってなると牡蠣扱わんと、ピクニック、公園で敷物を広げてなんか適当に持ち寄って酒とか、ピクニックやるわ。ダメなんかな、公園に酒持ちした。花見はいいや、うん、それ以外。いや、牡蠣はダメやけど酒飲んだらダメってないやん。ないよね、別に公園。じゃあ俺が今から公園でビール飲んでも全然別にいいけどね。それから始め、どう？それやったらもう少し色つけたいじゃん。ちょこっと何かその目的をもう少しつけたい。全然それ OK で。いや、わかる。物足りん。薄っぺらいよね。やけど例えば場所をね、イメージで言うと、コスモスが綺麗な公園とか、で例えばあのそこ能古島が、例えば夏で言うとひまわりがいっぱい咲いとるとかさ、菜の花がいっぱい咲いとるとか、やはりそういうところでピクニックをしませんかっていう、あのどうせなら人が行きたくなるような仕掛けはしたい、うん、でも、うん、そうなるとハードル下がらん？そう、下がるっちゃけど、福岡やったらバーベキューって言ったら小戸公園しかない、うん、それか場所代払って都会でやるか、うん、でそれだったらもう居酒屋でいいわけやけ、うん、それだったらバーベキューじゃなくてよくて、うん、ってなった時にじゃあどうしようかなって考えたら、もう少し色をつけたい。バーベキューじゃなくていいけ、ちょっと特徴のある、そうそう、まあお花でもいいし、別作だけなくてもね、なんかこうワンクッション、ワン、そう、目的が、そう、例えば自然豊かな公園でピクニック会しましょうとか。かわいいよね、なんか。で、これ目的何かって言ったら、自然の中で癒されて日常のストレス少しでも発散しましょうよっていう、うん、だけど、ね、例えば自然で言うと大濠公園とか、うん、あんくらい緑があれば、うん、なんか成り立つなとかは思う。大濠公園ピクニックとかさ、うん、とか、城があるやん福岡でね。ライトアップされてないから夜、あ、知らん今は。ライトアップした城を見ながらピクニックとか、なんか一個フレーズ、うん、ただバーベキューじゃなくていいけん、俺はさ、うん、友達とワイワイさ、酒飲むのにすごい興味があるわけよ。もちろん居酒屋とかでもいいのかもしれんけど、うん、正直ね。でもそれはそれでただの飲み会って味気ないというか、もうちょっと雑さが欲しいっていうのは、だけバーベキューと居酒屋の間みたいな、なんか、なんかね、3ヶ月に1回でいいけん、なんかやりたい、
もうそれこそ西遊記を再始動するにあたったきっかけ。いや、それなら毎月やれるやつなんか考えたら。ピクニックばしたら。ピクニックとかで。とか、あの居酒屋飲み会。なんか一個、なんかね、俺が今覚えとるのね。やっぱ人が集まりだしたのって、中川のバーベキューからない。やっぱ人が集まりだしたのって、中川のバーベキューからない。あれ、元気さんに言われて、定期的にやればっていう。あれが、一個ね、スタートやったよ。で、しかも安くで、2000円でバーベキューやりよったよ。で、もう俺ら準備クソ大変でさ、今朝、ポポス行ってさ、あの準備すら楽しくなった時期っていうのは、あれは結構定期的にやりよったイメージ。夏毎年バーベキューしちゃったもんね。いやもう、ほんと月1、2ぐらいのペースで。ってやるよだけ。そこでバーっとちょっと集まり出して、そこからハロウィンに乗っかってったり。だけん、なんか大事なことって、ハードルが低いものを定期的にやる。で、できれば、本当。最悪俺とうち2人でいいね、でもここで何かやっとうよって人が集まる、この軸がめっちゃ大事かなっていう。いや、この時間に人が来るみたいな。まああの時はさ、ここは今さ、お店借りてやりようけんさ、いいけど、自分の店やった時まださ、俺の店がたまり場みたいになっとったやん。田代さんが来てさ、いつも久保田買ってきてさとかさ、なんかやっぱたまり場が必要やなって思う。秘密基地が、なんかそのピクニックの場所でもなんかこうたまるところがあるといいねっていう。まあそれは未来事務所構えたりはしたいと思っとうけど、最初どこでもいいけ、公園でもいいけ、どっかなんか作りたいなあ。そうね、月1回毎週土曜日の例えば昼1時からここでなんかピクニックしようばいみたいなのとかね。まあでもそうなるとでもやっぱりちょっと気合がいるよね。そこ時間空けてなんかやらないかんけんね。なんか、今の俺らにちょうどいいものを見つけることが大事で、継続できること、定期的にできること。やっぱあの時強かったのは店に人が集まりよったっていう、あの P ネットきっかけで集まりだしたよ。今の俺らにちょうどいいものを見つけることが大事で、継続できること、定期的にできること。やっぱあの時強かったのは店に人が集まりよったっていう、あの P ネットきっかけで集まりだしたよ。あれきっかけやったと思うよ。だけ全然関係ない話していい、あのコモちゃんが復活する夢を見たの。ちゃんと知ってますね。実は雑誌の家にずっとおったってさ、まあ俺やろね、まあ分からんけど、それから入院しとおかも。おもちゃが復活するっていう夢は見たよ。一個ピーネットが強制的な磁場になった。俺一人でもあれはできんかったし、あの時自然にあのウッチとかコモちゃんとかミー君とか泊まり込みで現場に行って、でもう事務所でなんか製図書いてさ寝て、でまた行くとかさ、専属でとかさ、ああいうこう強制的なやつがあったっけ。ある種学校とか会社と同じ環境になった。ああいうやっぱ場所があると、あの馬が合う人たちだし、どうしてそれやるとすごい天国になるんだなって。そうじゃない会社とか組織っていうところに行くのはきついけど、なんかそういうものをね作れたら、とりあえずリスクがなくてすぐにできることやってみる。ピクニック一回やる。まず一回ピクニックはありかもな、うん、山王公園でまた、うん、あのみんなで昼間から、うん、そうね、宴会しましょうっていうやつやって、うん、でルールがあって、うん、お酒は自分が飲みたいの持ってきて、うん、と何か一品料理を必ずみんな作ってくるっていう。作ってくるハードル高い。あ、じゃあ何か持ってくる。買ってきてでもいい。作ってでもいい。差し入れ1個。瓶差し入れ。で、それを持ち寄って、
昼間から飲む。でも自由参加、何時に来てもいいし何時に帰ってもこの時間は俺らはもうやりよくよっていうのは一回、あの花見は俺の中ではちょっとヒントにでね、ピクニックに関してはやっぱり時期がとあの限定される。春と秋しかできん、夏と冬はできん。そこそ外でランチ会って言ってやっていいと思う。ピクニックやったらいいな、あるよな。で、三の公園とかにまたちょっと集まって。だけこの間、今年の春やったっけ、花火。あ、じゃあ春と秋それ1回ずつはやっていいな。だけ夏と冬どうしのぐかっていうのは、まあ季節に1回でいいや、まず最有機、まずね、あのピクニック当たれば、その時期毎月やってもいいし、やっぱなんかやらんと継続せんとな。夏と冬はね、正直言って死ぬ。外は死ぬ。で夏やるんやったら、それこそやっぱ海水浴とかキャンプとか、うん、海ってね、冬とかやったらさ、それこそコテージとか温泉あるコテージとかな、そっちの方でキャンプとか、そういうのは楽しそうな気がする。本当ほらイベント始めた時とからさ、数年しか経ってないんだけどさ、何が変わったって季節が変わったと思う。季節が、いや夏にしてもさ、バーベキューとか平気で夏昼間から動けよったけどさ、でもう夏昼間から動こうと思ったらさ、ちょっとあら持たんなと思うやん。いやもう特に今年の夏暑かったし、今やりたいってなってない。ただ中川でできるんなら別にやっとってもよかったかなぐらい。でもできんけん。で夕方からやる、多分。あ、夕方からやる。あ、もう昼は無理。そう。なんか夜、夏とかやったら夜なんか7時ぐらいから集まってバーベキューとかはしたいなと思うとよ。ね、なんか隣に海があるけど勝手に入っていってる、酒飲んで入るなみたいな。まずなんかこのピクニックまたしたら何か見えてくるんじゃないと思うんじゃない？でさ、今俺らは一回さ、ゆき解散してまた試さないかん時期ともいろいろ。一回ピクニックは試してみていいかなっては。子供たちがさ、そのやっぱ子供ができてね、家庭ができた人たちもいっぱいおるわけ。でそういう人たちが勝手に公園で子供たちがキャッ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 遊びようのをさ、見とっていいと思う。でもそれも新しい最有機の形になると思っちゃう。ほら、三郷公園で花見した理由はさ、子供が遊べるように公園でしたやん、三郷公園。そういうコンセプトでちょっと公園を味方にするっていうのは、あ、ちょっとありかもね。でそのうちその公園でキャッチボール始めたりとかバドミントン始めたりとか、あれあればいい。ピクニックちょっといい。山王公園島にする。あそこ自然いっぱいやん。あ、丘の上もあるやん。あれ行ってないんちゃうけど、この間山王公園のマスターになってもいいか、これがまず。まあランチピクニック、ライトピクニックかなんかって言ってさ、なんか新しい作り。まあ好きやん、もう好き。ライキャンとかいいや、ライトキャンプみたいな感じで。まずはピクニックから、うん、あの皆さん、うん、アウトドアの練習していきましょう。やったら、ね、キャンプほどハードル高くない。そう、山王公園ライトピクニックってやっていいと思う。ライトキャンプ中、ライトキャンプ。でもキャンプってことは止まらないから。止まらんで、止まらんで。だってね、ピクニックって出せんな。いや、ピクニックって言うんだよ。めっちゃピクニックからしようよ。ピクニックはしっくりくる、一番。ただ、ライトつけるならキャンプにしたい。ライトキャンプイコールピクニックや。わかる。そうね、で、テントとか持ってきたり。ちょっとテントは張っていいやん。小型のテント張って日よけに、あの俺あの愛の島の、うん、あの折りたたみのさ、パンってあれはあるけんさ、あんなんさテントや。でテーブルは俺が預かってほしい。ライキャン名付けて。じゃあライキャンテントにしよう。ちょっと流行りそうじゃな、うん、で公園でちょっとテント張る人たちが出てピクニックして、で夏季厳禁やってバーベキューができるけ、なんかこう月1ちょっと最有機として花見が第1弾やけど、第2弾秋のライキャンみたいな。ライキャンです。ライキャン行っていこう。ライキャンってさ、略したらさ、なんやろな、
ライトピクニックも出せって言われてるけど、ライトキャンプも出せるわけ。いやライキャンかっこいいやなんか。ライキャン。なんライキャンっつったら、うん、ライトキャンプしとんべ。今すごいブームよって。でそのうちあの本当にキャンプとかガチキャンもやっぱ入れていく。うん、で最初はライキャンから。で俺らがガチキャン始めるやん。うん、でそこに誰か友達からライキャンから始めればいいよっつって。公園で一回テント張ってみなって。とかその。バンガローがあるところで外やけ寝るまでは外でそのキャンプ陣と一緒で椅子とかで焚き火しながら過ごして寝るときはあっちで寝ります。うん、めっちゃちょうどよくない今ライキャン来たね降りてきた神が月1ちょっと最有機として花見が第1弾やけど第2弾秋のライキャンみたいな。ライキャンです。ライキャン行っていこう。ライキャンってさ略したらさ、うん、なんやろな。ライトピクニックも出せって言われてるけどライトキャンプも出せるわけ。ライキャンかっこいいやなんか。ライキャン。なんライキャンっつったらライトキャンプしとんべ。今すごいブームよって。でそのうちあの本当にキャンプとかガチキャンもやっぱ入れていく。うん、で最初はライキャンから。で俺らがガチキャン始めるやん。でそこに誰か友達からライキャンから始めればいいよっつって。公園で一回テント張ってみなって。とかその。バンガローがあるところで外だけ寝るまでは外でそのキャンプ陣と一緒で椅子とかで焚き火しながら過ごして寝るときはあっちで寝る。めっちゃちょうどよくない今ライキャン来たね降りてきた神が最悪別俺とウッチーでさ、うん、俺のあの折りたたみのやつ のテーブルで成り立つやん、うん、ライキャン、うん、おっさんがただ二人昼間から飲み昼間からそこで飲みの。まあ、ちょっと工夫はできるよね。ライキャン行こうか。最有機復活劇ライキャン。ライトキャンプからスタートしていいね。ライキャンとはテクニックのことです。やりたいことをまずやってみよう。そうそう試してみよう。でさそれさ一個さうちにさできるかできるかしら。そこでちょっと生配信とかうちのギガが大丈夫ならそれやってみたりさ。ギガ放題とかなそういうのがあるなら問題がないならそこでちょっと深夜のライキャンラジオいい。うちあれもあるし、これぐらいのランタンもあるし。まあ面白いね。公園でなんか生配信で酒飲みながらなんか生配信しようよあのおっさんたちって。まあ大声は出さん。でそういうところはほら、俺らも続けていきたいけど、近隣のお住まいの人たち迷惑かけない範囲で楽しむ。ちょうど秋いいやん。でもそんなに暑くない時期に入るし。日的には土曜日の夜中か。僕は卓球終わりから。はい、何すんの。ライキャン。いやけさ、その時間さ、終電とかだったりするとこれいいや。10時に3の声しよう。何時に解散する。次の日の始発から。ほら、そういうことよ。だって、テント張る。ほら、キャンプやん。ライキャン。キャンプしとって、怒られるけ、今度。公園。ここキャンプ場じゃない。ろう者の集団になってますよ。シティサバイバーって言ってたけどさ。まあでもリアル土曜日なんじゃない周り考えたら。もう土曜日の花見で言うと土曜日だった。昼の1時ぐらいから人が集まってきてそれが楽しくなって5時ぐらいに解散する予定がみんな帰らんかったっていう。あれ成功なんですよ。で気づいたら夜9時になってた。こうなると土曜日の2時3時ぐらいからかな、うん、2時3時から、6時7時まで簡単やん卓球休まんで行くその後行けばいいんかそうで酒飲まんときゃいいんだ楽しくなおもろないわで酒飲みたいんやったらもう今日は卓球休もうっていう覚悟を決めるからじゃああれあそこにあげてください最有機にあげてみーくんがわけわからんじゃんいやそれが面白いライキャンって何て言うのということで皆さんここで告知になるんですけどライキャン始めますでもうね一人ぼっちをなくそうはもうサブタイトルにするんで今後はちょっとあんまり大きい声では言いませんがメインタイトルこれを決めないか
体キャンを今からちょっと、まあ、月1やるとして、で言うてでも秋しかできんやん。春と秋しか、春はまあ花見になるし、秋は雷キャンになって、夏と冬はまた、夏はだけ海、冬はキャンプ場。夏は海、冬は温泉っていうテーマ、うん、っていう感じで、まあそこは別に定期的にやらんで、その季節に1回っていうのが1個テーマで、その時期に何回か やるのはいいんだ。花見と雷キャンはやりやすいけどさ、やりたかったら何回かやりやすい。季節に1回まず最有機がスタートして、お子さんおる人がどっか公園で遊びに行こう、あ、そういえば雷キャンやっとけ、あそこに行こっかって思ってくれればいいし、うんうん、で、あれやろ、雷キャンの後雑談、冷水ラジオバー、夕方6時から別やってもいいし、7時からやってもいいし、8時から10時から11時、ほら10時までもう体力持たんかもしれんよ、帰りたいってなるかもしれんやそしたらちょっと早めからやってる。外ゲストを招きしてやん、来たやつら。ただひたすらここで、あ、話しそうな話やけん、下水話が飛び交うかもしれんし、バン食らうかもしれんし、上等やつ、うん、バン上等。俺のインスタの1000人フォローのアカウントが守ってやる、バン飛ぶ可能性ある。純次さんがウィーッて足回やって知らん人追っかけていって、まあ、チンコ出さん限り大丈夫や、でも通報される可能性あるけどね。じゃあ、ライキャンと、ライキャンの時ラジオやろ、分かった、それ良くない、うん、で、俺のインターでネットは使えるんです、外で、で、一回ここでやる、その土曜日中止のラジオ、やってみたい、ゴールデンタイムでどれぐらいのその反応があるのかっていうのをただ確認するためだ、もうちょっとじゃあ一回やってみようか。